人生の終わりを自分らしく過ごすための活動、終活。最近よく耳にはするのですが、さて、一体いつ頃から何から始めたらいいの？お邪魔したのは松山市内にあるベルモニー会館ドイダ敷地内、終活ライフサポート愛媛。個人を見送るだけでなく、残された人たちが新たな一歩を踏み出すお手伝いをしています。案内してくれるのは終活ライフサポート愛媛の牧美里さん。就活に必要な幅広い知識を持っていて、就活に取り組む人へアドバイスやサポート、情報提供を行っています。山下さんはこのエンディングノートってご存知ですか？聞いたことはあります。はい、このエンディングノートが就活のまず第一歩なんです。エンディングノートとは、自分にもしものことがあったとき、残された人に伝えたいことをまとめるノート。最近は取り組みやすいよう、必要な項目が記載されている形式のものが多いそう。具体的に書いていきましょう。はい。あれ、鉛筆で書くんですか？はい。エンディングノートは、お気持ちが変わった時などに書き直しがしやすいように鉛筆で書いていくことをお勧めしております。過ぎ去りし日々、どうだったかな。生徒会長でした。ちょっと、好きだった人っていう項目があるんですけど、これ秘密じゃダメですか？ご家族の方も知りたいんじゃないですかね。なんか人生振り返るって楽しいですね。ね、座右の銘、出会いに感謝です。いや、思いもよらない項目もあったりしますね。こうやって書くことによって自分の過去を振り返ることもできますし、まあ、友達、大事な人、家族に自分のことを覚えておいてもらうことも大事ですね。そうですね。山下さんはまだ早いかと思われるかもしれませんが、病気や事故などで必要となってしまう可能性のある介護のことですとか、あとお葬式について、祭壇ですとか遺影の写真などについてですね、エンディングノートに記しておくと、家族の方が迷われなくて済むかもしれません。その他にも必ず書いておくべき大切なことがあるんですが、何だと思いますか？もしもの時に知らせたい人リストとか。はい、それも必要なことですが、預貯金をはじめ財産のこと、そして保険や年金のことなどです。残されたご家族にも負担をかけないために大切なことなんですよ。自分の身の回りのことがすごく整理できていく感じがしますよね。山下さん、分かってきましたね。はい、今後やりたいことですとか、やるべきことが見えてくるっていうのが一番大切なことなんです。でも、いつ頃から始めたらいいんですか？決まりはありません。若いうちから少しずつ始められる方もいらっしゃいますし、子育てが一段落したタイミングですとか、定年退職した時、あるいは健康に不安を感じられた時など、様々ですね。謎待ち。山下さんには仏着に着替えていただきました。ねえ、こんな素敵な柄もあるんですね。はい。そしてこちら、目の前にあるのは、はい、こちらがお棺でございます。しょ、あれ、意外とふわふわだな。では実際に閉めてみますね。はい、真っ暗が、息苦しいとかもないですし、まあ、フィット感もあって、すごくこう寝心地はいいです。こういったお棺や仏儀など、葬儀に関するものの紹介や式場のご案内などを行うイベントもあるんですよ。今月27日には就活フェスタをベルモニー会館わけで開催。ご予約受付中です。またエンディングノートの書き方などが学べる就活セミナーも随時開催しています。ご家族で就活を考えるきっかけになりそうですね。山下さんもご自身を含めご家族と就活を進めていってみてください。就活することで、これからの人生がより充実したものになりそうですよね。私もしっかり人生設計しないと。それでは次回の謎待ちもお楽しみに。